今日は都心で4月上旬並みの暖かさとなりました。文京区の湯島天神で梅まつりが開かれていて、訪れた人は満開となった早咲きの梅を楽しんでいました。今日都内には春の陽気が訪れました。12時ごろには都心で 18.5 度まで気温が上がりました。例年より大幅に高く、4月上旬並みの暖かさとなりました。受験シーズンの合格祈願で知られている湯島天神は、江戸時代から梅の名所として親しまれています。梅まつりは毎年40万人ほど訪れ、今回で65回目を迎えました。園内には樹齢70年から80年ほどのおよそ300本の梅が植えられています。早咲きの梅は満開を迎えていて、見頃となった早咲きの梅を堪能しようと、今朝も多くの人が訪れていました。今年は新型コロナの感染症対策として、例年行っていた野立やカラオケコンクールを中止としています。湯島天神によりますと、今年は寒い日が続いたため、開花は例年より遅く、見頃は来月上旬になるということで、この梅まつりは来月8日まで開かれます。